それではまず最初にパネリストの皆さんのご紹介を改めてさせていただきます、えー、舞台向かって左よりご紹介させていただきますまずは田村先生ですよろしくお願いしますそして桜井さんですよろしくお願いします明智先生ですよろしくお願いします吉野先生ですよろしくお願いします滝口先生ですよろしくお願いします向井先生ですよろしくお願いしますそして大津先生ですよろしくお願いします えー、さらに日本臨床腫瘍学会理事長である福岡大学医学部腫瘍血液感染症内科学教授の田村和夫先生にもパネリストのお一人として加わっていただきます。よろしくお願いします。一つあの私の方からアナウンスメント。あの理事長を務めてます田村と申します。で今日あの。 講演は何もしておりませんけれども、まあ,あのお目つき役みたいな形で参加させていただいてます、一つだけあのご注意を申し上げたいと思うんですけれども、ちょっとあの入り口のところで、こういったものがお配りになった方がおられるかと思いますけれども、これはあのぜひおやめいただいて、あの市民公開講座の意義を分かっていただけるような形でお願いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 えー、そして、司会には TBS 報道部の小島修一も加わらせていただきます。よろしくお願いします。えー、TBS の報道局の小島と申します、えー。改めてよろしくお願いいたします。えー、今日のテーマ、えー、このパネルでのテーマ、日本の癌医療の今後ということで、私たちにできることはというテーマでございます。えー、がんの学会、いろいろ学会ありますけれども、えー、今日この日はですね、えー、一般の方、 これからがんになる方、あるいは今がんで闘病されている方、そうした方と一緒に今後のがん医療を考えていこうという記念すべき日にしたいということで、このパネルディスカッションが設定されています。えー、今日はその初日というかですね、第1日、第1歩に皆さんが参加していただいたわけです。えー、ぜひですね、あのユーストリーム見てらっしゃる方もそうですけれども、ぜひこのことをですね、今日聞いたこと、見たこと、感じたことをですね、 ぜひ周りの人にもお伝えてください、えー、皆さんあの関心があるんで来られたと思うんですけどもがんに関心のない方まだまだいらっしゃいますしかしがん、えー、にいつなるか分かりません、えー、一生涯の間に2人に1人はがんになると言われる今そういう時代です、えー、ぜひですねがん、えー、になってから、えー、慌てないように今私たちができることをここで学んでですね ぜひあのさっきキャンサーギフトってありましたけれどもキャンサーギフトはキャンサがんになった人だけではありません皆様にもギフトをです、ね、届けて持って帰っていただけたらと思います。 えー、そういったことでですね早速、えー、話を進めていきたいと思いますはいまずはご講演いただきましたパネリストの皆さんにがんの薬物療法について感じていらっしゃることなどをお伺いいいいしていきたいと思います、えー、まずあのお話を聞いていて分子標的薬の登場がどれだけ大きなことかというのをご紹介いただいてきましたけれども、えー、これによるメリットデメリットなどについて具体的にまたお伺いしていきたいと思います。 えでは向井先生からお願いいできますかはいはい、あのメリットは間違いなくですねあの今までは、えーまあ、要はもうが,ん何々がんとなればもうどなたも同じ治療をやっていたわけですよね。まあ、それがそのがんの中でもいろんな種類があるということが分かってその,そ,その種類に応じた、えー、治療を提供できると、まあ、要はテーラーメイドというあの話が出てきましたけれども、まあ、より こうまあ、言ってみればテーラーが作る、えー、体にフィットした、えーまあ、服は、まあ、そうじゃない服よりも、まあ、いいには決まってるわけですよねそういう意味で、あのー、非常にあのそれはあ医学の進歩に伴う恩恵だと思っていますただ悪い点はやはり、あのー、こう一人一人に、えー、こう合った服を作らないといけないわけですからこれ手間とお金かかるわけですよね。 まあ普段,普段だあのユニクロだったら、まあ、ユニクロは悪いわけじゃないけどそんなかからみんな同じねあれでいい,いいけれども、まあ、例えばあの銀座の英国屋とか行ってスーツ作ろうと思うとそれはきっちりと作ってくださるかもしれないけれどもものすごくお金かかっちゃうわけですよね、まあ、そういうあのいい点と悪い点がやっぱりここになってこう大きく出てきたということだと思います。たただこのあの今おっしゃられように間違いなく言えることはあの が,んがです、ね、皆さん一人一人治療法が違うんだというところで今動いていますそういったことが非常に大切だとそれが大きなメリット皆さんのメリットになるんではないかということだと思いますありがとうございますでは滝口先生からもお願いします、はい、えっと、まあ、今日は分子的治療薬を重点にお話しされているわけですけど従来の抗がん剤の役割が あの弱くなったわけではないわけですですから今までの抗がん剤のいいところとそれから新しく開発された分子標的治療薬のいいところその両方を今享受できるという時代になったところがいいところですねで悪いところはまあやはりあのコストが高いということが皆さんおっしゃるんですけれどもやはり今まで抗がん剤しかなくてあ,のあまり効いてる期間もそんなに長くなくてと。 いう状態だったのが効いてる期間が長くなってきて副作用も、えー、比較的コントロールできるようになってきてただ、その分あの病気と闘う時間が長くなった分お金がかかるというところで、まあ、ちょっと非常にそこが致し返しというところですねあのお金もかけられるないほどその時間が限られていると。 いう状態はもっと厳しいんだと思うんですけれども、逆にやはりあの長生きできる、いい状態で長くいられる代わりにお金がかかってきたというところは、やっぱりあの考えていかないといけないところだと思っています医療費の話を改めてまた項目を立ててですね、吉野先生、お願いします。 えー、あのもうあの2人の先生たちから言,った言われたこととほぼ一緒なんですが、まあ、メリットとしましては、えーまあ、長生きできるようになってきたとでその中で、まあ、手術と組み合わせて治る人も、えー、出てきたとそして大腸がんの化学療法は原則、えー、入院は不要ですので、えー、外来で治療を受けられるということそれから k − l、え、a、ー、という遺伝子検査が導入され 個別改良ができるようになったというのがまあメリットではないかと思いますでデメリットというのは先ほどからお話になっている通り新しい薬はどうしてもお金がかかるとでこの問題はやはり解決しなければいけない問題だと思います まああのお金の話いろいろ出てますけれどもえこれは患者さんの努力でどうすることもできない問題なのでえまた本当にあの改めてえ考えていきたいと思いますそれからの薬物療法とか化学療法とか抗がん剤とかまあ分子標的治療薬とかですね いろいろ言葉出てきますけれども、えー、まあ大雑把に言ってしまうと、まあ、薬物療法と化学療法まあほぼ同じようなものでその中に従来の抗がん剤治療と新しく出てきた、まあえー、分子標的治療薬分子標的薬というのがあるというような考えでいいのではないかと思いますそういったような大ざっぱなことで話を進めていきたいと思います。はい でえー、先ほどあの、秋、え、内、ー、先生の方からがん、えっと、というものが心にも影響するあるいは心,が心の持ち方ががんの治療がんにもです、ね、影響するという話がありましたが、えー、この精神使用家の立場からです、ねえー、先生、このえー、コメントをいただきたいと思うんですけども、はいあす、のー。 そうですね、本当にあの患者さんご自身にとって最適なあの薬物療法を選択していただくという意味でもその選択された薬物療法をきちんと最後まで受けていただくという意味においてもその気持ちのことを支えるということはとても大切だと思います。 実際にあの私たちも例えば治療を拒否されていた方が背景にうつの状態ですとかあの高い不安の状態をご経験されておられてあのそういう症状を治療することでですね、やっぱり頑張って治療を受けようというふうにおっしゃってあのご自身にとって勧められた治療を受けられた方というのを幾人もあの経験しております。 あとあの、今日は分子マーカーという話が出てきましたけれどもあのもちろんこれは、えー、と分子マーカーでそういう治療の恩恵をよくすることができる患者さんがわかるという反面逆に残念ながらその最先端の治療です、ね、があまり効果が期待できないというそういうようなあの 受け取り方というかあの情報として、えー、まあ患者さんがお感じになられることもあろうかと思いますそういう方に関してあの今後きちんと支えていくそういうシステムなどを作っていくというのも新たな課題としてあの提示されたのかなというふうにも思っております。 あの分子マーカーとまあちょっと難しいことで先ほど先生から、えっと、ご説明ありましたけれども、まあ、遺伝子を見ると、えー、抗がん剤が効くとか効かないとか分かったりとかですねします、えー、そういったことまで、えー、気を配ってですね医療っていうのは進んでいるんだとで医療はの体を治せばいいっていう時代はもうとっくに終わってましてやはり医療もですね患者さんの心家族の心、えー、みんなの心の問題もですね 医療の大切なテーマだということで、まあ、明智先生のような、えー、精神修養科のです、ねえー、先生方が出てきてきいます、えー、そういったことで力強い友達がです仲間がですねいろいろ増えてるんだと、えー、いうこともぜひ覚えて、えー、いただけたらと思います桜井さんは患者さんとしてあるいはあの患者さんを支援する立場として患者さんたちの薬物療法のイメージというのは 最近変わってきたなという印象はありますかそうですねあの薬自体に関してのイメージというとやっぱりあの今安芸地先生あのおっしゃられたようにですね患者が何かこう薬に選ばれていっているようななんかそんな感覚はあの持っていますそれと同時に、まあ、あの通常の抗がん剤でも抗がん剤の副作用を抑えるお薬もかなり今進歩してきているのであのとても外来化が進んでいると思っております。で こうなるとですね、あの患者と医療者のコミュニケーション要は話をする時間っていうのがとっても短くなって。 私なんかはあの抗がん剤治療の時に入院しましたのであの毎回同じタイミングで入っていくのでですね合宿みたたいな感じだったんですよで同じあの病室の中でいろんな情報共有できたりあのお医者さんともあの会心来るたんびにいろんな相談できたんですけど今多分そのコミュニティがなくなっちゃってると思うんですね。ですのでやはりあのそういう観点からもですねあの主治医だけじゃなくていざという時にもちょっと不安なことを聞けるような。 例えばこういう明智先生の心の専門家ですとかあの看護師さんですとかがん専門の看護師さんとかいろいろなその、えー、と専門の方との連絡というかそういうのがもっと必要なのかなっていうふうに思ってますそうした中の先ほどから話が出ている、まあ、薬物療法の専門家腫瘍内科医っていうですね専門家が日本でも増えています。こうしたこの内科医 についてですねあのこれはあのご専門の大津先生に一言いただきたいと思いますはいえー、いわゆる薬物療法を専門にする腫瘍内科医が少ないというのは、えー、以前から指摘されてございましたけれども、まあ、我々の学会はそのために2003年に発足しておりますで現在会員数は8000名を超える非常に大きな学会になりました、えー、6, 約6000名が医師で 他の2,000名がまあ薬剤師であったり看護師であったりというそのいわゆるコメディカルの職種の方々でありますすでにあの専がん薬,薬物療法の専門医の試験というのはかなりハードル高く <laughs> 我々の設定してますけども、まあ、現時点で586名に達しております。 でまあ、大体、米国等との比較で見て、必要数が大体日本では2000名近くが必要だろうと言われておりますけれども、まあ、数年のうちには1000人を超えて、かなり充足してくてる,、うん、ると思います。で、まあ、現時点で、がん診療拠点病院の586施設ですかね、日本にありますけれども、まあ、そのこで、 300名近くがが専門医が働いておりますただ施設で見ると大体まだ3分の1ぐらいっていうところはございますが、えー、日本の医師はかなりあのまあ、えー、いろんな内科医であったりあるいは外科医の先生方であったりっていうのが抗がん剤やっておりますけれども、えー、非常にその勉強これこの薬物療法専門医以外にもがん治療に 認定っていうのもございましてそちらは1万名近くになっておりまして、えー、まあ非常にそのガイドラインの普及とともに近点化は進んでおります現時点でまだ施設監査がかあの充、ー、足というほどではございませんけどもおそらく、えー、ガイドラインの普及がかなり進みましたので、えー、どこある程度の施設であればもうかなりのレベルになってきていましておそらく施設監査というのは例えば アメリカの施設監査から比べると、えー、日本の方がはるかに施設監査は少ないと考えております。あの桜井さんのお話の中でもさまざまなサポートという言及がありましたが、ではあの医師以外の職種の状況については、じゃ田村先生からご説明をお願いできますか。あの大津先生はじめあの私も含めましてですね、癌の治療の現場っていうのはむしろあの医師が がんの,の専門の薬剤師・看護師さんまだあの今発展途上でありますけれどもかなり充足してきておりましてがん診療連携拠点病院確か388ぐらいあると思うんですけれどもその外来化学療室に行きますと必ずこの薬剤師・看護師さんがおりまして、まあ、私たちを含めてチームで患者さんを見ているということであります。 でまあ、我々はあのそういったあの看護師・薬剤師さんの,その教育の場にあの講師としてしばしば赴きまして一緒に勉強をしているのが現状だと思いますああの今、チーム医療というのが出ましたけれど。あの お医者さんだけでなくて、もちろん看護師さん薬剤師さんそうだけでなくて本当にあのいろんな職種の方がいらっしゃると思うんですけどもその方が1人の患者さんのためにですね知恵を出し,出してでその患者にとって一番いい治療を行うというチーム医療というのが始まっているというようなお話だと思いますありがとうございます。そ、えーまあ、そういうい内科と,はとともにでですね、ののチーム医療の中では、 精神腫瘍化というですね、役、えーえー、職種も非常に重要になってきています。その点をちょっとあの明池先生から一言お願いしたいと思います。 がん、はい、の,の患者さんあるいはそのご家族の方も含めてあのその心のケアを提供する専門医としての,あの精神腫瘍医という今はあのいう専門医がいるんですけどもこれも少しずつあの増えていっておりますあの、まあ、ただそこまでまだこの精神腫瘍医に関しては数はそんなにいないんですけどもこの患者さんご家族の心のケアに当たるという意味であの精神科医がです、ね、今地域のがん診療連携拠点病院のもう約70%に 上菌医がいるというふうになっておりますのであの割と以前に比べるとその心のケアも受けやすくなっているのではないかというふうに思います。 でまた、チーム医療と,言いますと,いという意味ではやはりあの精神科医や精神腫瘍医だけではあの難しい面がありますのでその心のケアを提供してくれるその他の職種としてあのリエゾンナースという看護師さんですね心のケアを専門にしているリエゾンナースあるいは臨床心理士の方というのもあの非常に最近は多くが拠点病院に勤務されておりますのでそういった職種の方も増えているのが現状です。 それでは続きまして がんの薬物療法をめぐる社会的な問題についてお伺いしていきたいと思うんですがあの先ほどの講演の中で吉野先生はドラッグラグについて、えー、言及されていましたけどあの日本ですと欧米と比べて新しい薬が使いにくいっていうふうに思われている方多いと思うんですが、えー、大津先生この辺りの状況っていうのは現在どうなっているんでしょうか、はいえー、確かにに年ほど前はは非常にその欧米と比べて、えー、新しいお薬が日本では がが遅れて使えないっていとうことが社会化問題化しておりましたしたかし、まああのー、いろんな原因がございましたけども現時点では先ほど吉野先生言われた通おり、まあ、ほぼ解消されてきていますでどうやって我々が元も、まあ、それに対して非常に一番積極的に取り組んで我々の学会は行ってきたわけですけども 一つは、新しい薬の全く新しい薬のいわゆる臨床試験ですね治験と呼ばれますけども承認申請を目的とした臨床試験、まあ、その体制整備が非常にできるようになったで整ってきたということです。で先ほど桜井さんがスタートという、まあ、あれは全米でも有数の本当のファーストインヒューマンと申しまして全く一番最初に 薬を投与する施設の代表的な施設でございますけれどもそういうことができる施設っていうのは世界の中でもはっきり言って10から20施設ですでそこができる施設っていうのがほとんどなかったそれがまあ我々のところでかなりできるようになってきましたのでまあ限られてますけれども私どもはあの日本で一番やってますがそういう施設が。 えーまあ、日本でできるようになってきて、えー、その後のいわゆる国際共同知験という形になりますけども、えー、承認申請に至る大規模な試験を行うというのは,これはもう国際共同で行うのが今は一般化していますでそこに入ってい、えー、く試験というのが日本の中でも大体10から20施設ぐらいがそこに入れるようになってもう普通に我々のところで言えば50試験以上をやっております、まあ、そういった施設ができていくことが一つ。 それからもう一点はその一つ承認されて例えば胃がんとかで承認された後に同じ薬が今度肺がんであるとか大腸がんであるとかで有効な場合にその適用拡大といいますがそういうのを枠組みというのも現時点であの高知申請という新しいその枠組みができて学会等からも要望を出してまあそれによってあの適用の拡大、この追加といいますがそういうのができるようになっていく。 システムがもう動き出しててかなりできています。昨日もあの、えー、我々の学会でかなりそこはあのいわゆる厚労省の方たちとか、えー、医師等々、えー、と,うと,うとあの関与ディスカッションを行いましたけれども非常にそこの部分が体制が整ってきましたので、えーまあ、もうほぼあの遅れなく。で 一般の方はその日本の場合保険制度では薬事承認とその保険償還というのが1対1でついてきますのでこれはあの非常にあの世界から見れば非常に特殊なものでして多くの国はその承認の話と保険償還というのは別問題ですですから承認はされていても保険償還がない要するに自費で払わないと使えないという部分があるわけです。で、 そこの部分っていうのは日本とちょっとシステムが違うんで実際上こういった高額の薬が自費で使えるっていうのはほとんど、えー、無理な状況を使える人ってのはごくごくわずかですですから保険償還っていう意味においてはもうむしろ今は日本の方が早いんではないかと考えております。保険召喚っていうことを えー、使えるか使えないかっていうことの基準で考えたときにはおそらく日本の方がはるかに早いです、はいえー、あのドラグラグっていうのはわりとあのいろんなところで、えー、耳にするようになった言葉だと思いますけれども、えー、5年ほど前はまああの アメリカとかヨーロッパで薬が承認されて患者さんに使われてからですね4年とか5年経ってやっと日本で使えるようになるというふうに言われていました、まあ、あの今では世界に先駆けて日本から使える薬も出てくるなどですね国もまあ製薬メーカーもそれからまあ医学会もですねそこはあの一刻も早くですね やろうということで、かなりその差はなくなってきているというようなお話でございます。あの、特にやはり抗がん剤っていうのは抗がん剤というか。あの薬物療法は例えばがんが再発したり転移したりしてですね。で、もう手術とかできない。放射線もできないときに、やはり最後の命綱になる。 え貴重なものですでそれがあの使いたいときに使えないということは、まあ、大きな問題なのでそれをなくすべくです、ねえー、学会一丸となって住んでいるというようなお話でしたただあのやっぱりこの価格というのは気になりますね先ほどから出ていますけれどもあのかなり高額になるということなんでしょうか大津先生。 はいえー、その,あの価格というのは非常に大きな問題でございます、ご指摘のとおりでありまして、えーまあ、原因、まあ、いろんなその薬によって値段が違いますけれども、まあ、昨今の分子標的治療薬の場合だと、本当に月、えー、30万円から100万円近く、この薬価がそれだけでかかってしまうという状況でありまして、まあ、それが一つの大きな問題でございます。 日本の場合はあの国として高額療費制度というのがありまして、えー、限度額として8万4000円だったとかと思いますけども、まあ、それが、えー、以上はあの1回はちょっと支払いしなきゃならないんですが、まあ、いずれ還付されて、まあ、月のマックスが8万4000円というところで、えー、支払いでできているという状況であります。 あのこれについては患者さんの立場からなど桜井さん、どのように感じていらっしゃいますかそうですねあのまずこの中でちょっと皆さんに手を挙げていただきたいので高額療養費制度ってご存知の方いらっしゃいますでしょうか。手を挙げてみてみいただきますあかなり優秀 ですよね、あのなかなかですね私は最初知らなかったですねあの患者さんに教えられて初めて知りましたそれだと今限度額をあらかじめあって先にもうあのそれを超える金額以内でも払えるシステムとかもできてきてるんですね。えー、ただですすねななかなかこれすごく 使いづらいのとすごく不思議なのはですねこっちから言わないと誰も教えてくれないし手続きも教えてくれませんなのでぜひ皆さんあのこういう制度があるということとあと意外に知らないのが民間の保険でですねあれこんなのついてたのとかっていうのがあるんですよねなのでぜひやっぱりがんになって経済的に困窮したときには公的なものでどんなものがあるのかっていうこととあとその民間の保険の中で自分が入ってるものの中で何が利用でき いるのかっていうことをぜひ、あの、もうどんどん聞いていってほしいなというふうに思います。で、ありがとうございました。で。あの、まあ、いろいろまだまだ聞きたいことはあると思うんですが、あの。えー、今、今日、あの、がんの薬物療法ということで。えー、まあ、抗がん剤分子標的治療薬の話が出てます。で。 がんの,の治療をです、ね、の進歩を支えているのは2、えー、臨床試験というのがあります治験、えー、とも呼ばれていますけれども、えー、皆さん、えー、とよくご存知だと思うんですけれども、まあ、新しいがん、ねえー、のお薬を作ると、えー、いうことですでこれは本当に非常に重要なことになってましてで、えー、そのがんの臨床試験というものを患者さん私たち国民一人一人がどう支えていくかということもやはり 今のですね、日本では問われているんだと思います。で、そのえっ、ー、と臨床試験の話をですね、えー、ちょっと次聞きたいと思います、えー。田村先生にお伺いしたいんですけれども、えっ、ー、と患者さんがですね、臨床試験に参加すると。 いうことはどういうことなのかということをそこら辺をちょっと教えていただければと思いますまずあの臨床試験の中に大きく2つあるということをまずあのご理解いただきたいと思うんですけれども、まあ、いわゆる治験と言われてるのはその薬を保険で支払って使えるようにする保険を使って支払えるあの使えるようにするというそういうあの段階のあ試験ですねそしてあの一般に言われている臨床試験というのはあの。 世の中に出るすなわち保険で使えるようになってから、まあ、あの工夫をして安全に、そして効果的に、まあ、使うということです。で治験の場合には、どうしてもあの少数の患者さんにご協力をいただいて、まあ保険まで、保険証にまで行くというところなんですけれども、まあ、工夫して、いいものを、いい治療法に持っていくというのは、まあ、かなりあのたくさんの患者さんに協力いただかないとできないことなんですね。 であの保険で認められたから勝手に使っていいというわけではなくてやはり最も効果的でで安全に使わなないいないといいいとととけうことなんですであの最近はのいわゆるインフォームドコンセント、まあ、患者さんにお話をしてご了解を得てそして協力を得てこの試験をするようにな,りなるわけですけれども、まあ、多くの方に参加していただきまして実はあの今回もあの世界初の,その臨床試験の結果を ここから発信することはできましたけれども、そのように世界に先駆けていろんな情報が発信できるところまで、われわれの臨床試験体制ができてきたと、これはあの皆様のご協力のおかげだと思っております。 今のこちららにパネリストとして出てらっしゃる方皆さんが臨床試験の話をされたと思うんですよねやはり臨床試験というものが本当にがんの治療の進歩を支えているんだということだと思います私がここに多分呼ばれたのは私自身もがんの体験者です精巣腫瘍という抗がんのがんですけれども今から四半世紀前にその病気になりましたその時はです、ね、まだ その治療法というのがはっきり分かってなかった時期なんですけどもシスプラチンというお薬を頂い,いて私はこのように四半世紀を経てですねきております命をいただきましたそういったあのがんのですね治療を支えている薬物療法ということで今回こういうお話をですねい,ただいているんだと思います。 でがんの臨床試験の話をし始めるとなかなか止まらないんですけど先ほど桜井さんがお話ありましたけどもう1つだけちょっと言わせていただきたいのはアメリカではです、ね、がんの患者さん、患者会が手を挙げてです、ね、臨床試験に参加してで例えば3年かかる薬をです、ね、1年半とかです、ねえー、短い期間で、えー、その臨床試験を終えて、えー、患者さんのもとに届けることに、まあ、何度も成功しています。 患者さん自らがですね新しい薬を作り出すんだということでアメリカでは成功してるんだと思うんですよねでそういったことをやりたいなということでこういうふうに皆さんの前でですね今日はパネリストの方々がまお話しされてるんだということだと思います、えー、いろいろあの癌に関する問題いろいろあってですね他にあの就労の問題とかありますこれもぜひちょっとあの え駆け足になって恐縮なんですけれども、えー、取り上げたいと思います、えー。癌になった後の問題です。桜、えー、井さんこのあたりどうでしょうか。そうですね。あの今本当にいいお薬が出てきてですね。あの働きながら治療することがもう可能になってきました。で、ただやはりそういう偏見とかがあったりですとか、あと皆さん結局有給休暇をどんどん使って ですねであ最終的にはそれがなくなってしまって欠勤になってってしまうわけですねでそれでまあ会社の方から欠勤多いねっていうことで評価が下がってしまって、まあ、最終的に解雇というような形につながってしまうケースなども多々ありますですのでやはりあのそうですね時間もかかるようになってきましたしお金も必要ですあの収入がないと払えないというような現状もやはりありますのでその まあ癌休暇制度ですとか、何かそういう制度門での後押しというのも必要かなというふうに思っています。あと特にですね若い方とか小児癌の経験者の方ですね、あのやはりそういう自分が例えば自分の専門職これだよとかっていうのを見つける前に癌になってしまった患者さんたちもたくさんいます。でそういう方たちに対してはやっぱり次の職を見つけるためのですね雇用能力開発ですとかそういうことをどんどんやっていって いいいいったらいいんじゃないかなかという,ふうに思ってますこれからあの働き手ってどん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 少なくなっていくのでがんになっても働けるよっていうことをあの実践していくことも大切ですしそれあの是非患者自立というのをやはり支えていってほしいなというふうに思っています。 先ほどからもそれぞれがそれぞれの重要な役割を持ってチームで患者の皆さんを支えていくというお話が皆さんもご理解いただけたと思うんですがそれではこのディスカッションを通じましてがんの薬物療法について特に皆さんがそれぞれ感じられたことを伺いしていいいきたいと思いますまたがんの薬物療法を患者さんが安心して受けられるようになるためそれぞれの立場からこれができるんじゃないかというようなことも交えて一言ずつお願いしたいと思います。 えー、それでは桜井さんからお願いいたします。えっと私はですねやはりあの自分が病気になるまで医療っていうのは自分の身近な問題として考えてなかったんですね全く考えてなかったです。で今日もここにいらっしゃる方はいいんですけども多分外を歩いてる方たち全く考えていないんですね。であの目の前のその医療問題をどういうふうに解消するか。 いうとそこはやっぱりその専門家が決める世界だとかこういう先生方に任せておけばいいんだと思っている方がとっても多いと思うんですけどもやはりそうではなくてですねあの是非まずはこのがんを経験されたこのホールにいらっしゃる皆さんからあの自分にできることは何なのかっていうことあのそれを一つ一つ今日考えていっていただければなと思います。あののの先ほど、えっと、スライドの中ででお見せしましまたように今みんなで一つの方向 向いてると思うんですね私やっぱりそういうがんの悲しみを少なくするためにあのそれぞれができることというのをあの声を出していければ一番かなというふうに思いますでは明智先生お願いします。 はい、あの患者さんあるいはご家族の中にはもしかするとあの病気ですとかその治療のことに関しては病院でその担当医の先生とか看護師さんに、まあ、あの相談してもいいのかもしれないけれども直接関係ない気持ちのこととかに関してはやはり全部自分で何とかしないといけないのではないかというふうに思ってらっしゃる方が多いんじゃないかというふうにあのいつも思っています。今今先ほどあの少ししご紹介させていたただきましたように今は チームの一員として患者さん、そしてご家族の気持ちの側面を支えるサイコンコロジーという領域もできてきましてそういった医療者も少しずつ増えてきておりますのでぜひそのことをお伝えできればと思います、また私たちも人よりそういった専門職が増えるように努力していくことを約束したいいと思います吉野先生、お願いします。えーあの あのやっぱり治療を進歩させるために必要なことは、まあ、新薬を導入していくと新しい薬を発掘していくということが、えー、一つ重要な、えー、キーワードになるかと思いますでその中で治験、まあ、というのは、まあ、新薬が、えー、新しい新薬の候補が有効かどうかを見るものでありますでこれに日本の患者ささんんがたくさん えー、盛んに、えー、積極的に参加していただいていいものを早く見つけ出しそして薬として育て上げるという作業が重要ではないかと思います治験とです、ね、民間療法というのは全く違いまして民間療法というのは、えー、科学的な根拠に基づかないものでありますしたがって民間療法あのいろんな民間療法ありますけどもあれお金を皆さんお金を高額なお金を払ってます しかし、その治験に皆さん入っていただくと分かるんですが、治験というのは、その薬剤にはまだ値段がついていませんので、無償提供になります。で、科学的に薬と証明されてないものにお金を払うということは普通考えられないことです、民間療法で何のためにお金を払っているのかということを考えていただき、むしろ治験の方が、よりあの国民の健康を守る上でえで、ー、近道になるということを知っていただければと思います。 そういう観点で新薬導入ということに、我が国がもっと積極的になり、世界をリードするまでになれば、常に新しい薬が世界のどの国より早く導入できるという時代が実現できると、それを目指して、我々医療者と一緒に頑張っていただければと思います滝口先生、よろしくお願いします。 あのちょっと吉野先生のお話とあの重なるところはあるんですけどもまあ今日はあの抗がん剤であるとか分子標的治療薬の進歩それからあのまあドラッグラグっていうのが以前は言われたんですが最近はないということがあのいいことが非常に言われたんですけどもやはり患者さんの中にはそのよく言われているきのこの抽出物であの非常に良くなるとかですね免疫を高めるなんとか。 糖タンパクとかそういったようなものが実際に保険で使えないではないかと医師,医師から処方されてしてくれないではないかというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけどもそれはもう先ほど今吉野先生が言った通り民間療法といってあるいはその非常に高価な免疫療法なんかも含めてですけれどもあの、まあ、科学的に、えー、効くというふうに 分かっている薬を早く使えあの安全に使えるかどうかということとそういった民間療法というものをあの確実に分けてあの理解していただくことが大事じゃないかと思います決してあの我々医療者はあの本当は効くんだけども、えー、隠してて使わないというような薬はございませんのであのまあ そういった情報というのを、たくさんの、あの先ほど桜井さんの方からインターネットでたくさんの情報があるということがありましたけれども、まあ、そこのところをですね、あのえーまあ、お金がある方はいくらでもお金使えるのかもしれませんけれども、時間は皆さん限られてますので、あのえー、正しい情報をつ,をつかんでいただきたいと思っておりますでは、向井先生、お願いします。はい あのまあ、今日のお話のようにがんの治療は着実確実に、えー、よくなっています、まあ、ですので、えー、そういう方向としてはあの喜ぶべきことなんですがただ、えー、まだ治すことができないという点ではまだ不十分未完成なわけです。 でこれをより完成度高いものにするにはあの何度もお話が出ましたけれども新しいこう薬を開発していくということがぜひ必要でそれには患者さんのご協力が不可欠であるということこれが1点ですねそれからもう1つはあのいくらいいい治療があったとしてもそれが実際の患者さんに届かなければこれは何の意味もありませんのでそれにはあの仕組みですね ここは行政とか政治という役割が大事になってくるわけですがこれも共通に重要でそれには声をそういう行政や政治に届けていかないといけないとそれには患者さんたちのあるいは一般の市民の方の声が大変大きな力を持ちます。この2つのつ点で医療者ととそれから皆様と 手手に手を携えてでまたこういうことは話をさせていただくとまあじゃあ国が悪いのがだ行政が悪いのだという話になるんですがいや、そうではない敵はがんですからそこは間違えないようにしてまあ皆があの関係者が協力をして共通の敵であるがんをなんとか克服しようというそ,うそういう方向でこれからも歩んでいけたらと思っています大津先生、お願いします。 はい1点目はその現場の一つの問題先ほど言いましたチーム医療ということですね、えー、まあ今日パネリストあの演者の先生方実はえ我々のところの,あの竹内先生も竹内先生もいらっしゃった方で今は離れていますけども、まあ、あのそういう専門の人たちを揃えてそしてえやっていかなければもうがん治療はできない。 でこれにプラスその薬剤師臨床心理師、まあ、もちろんナースそれから臨床試験の場合は CRC という特殊な専門職がありますけどもえ、まあ、本当にその、まあ、我々国立がんセンターの,あの合言葉として「オールアクティビティーズフォーキャンサーペーション」すべての活動を患者さんのために先ほどの,あのスタートの,、まああの まあ、掃除風の方でも患者さんのためにって、まあ、要するにその全職員が、まあ、その患者さんのためにという合言葉にしていますけども、えー、まさにそれをやらないとおならないものすごいその、えー、単純にその医師と患者さんだけの関係ではもうがん治療ができない時代であってことはもう間違いありません。 でまあ、まずそこの整備をさらに我々のところも、えー、ソーシャルワーカー等も含めて、えーまあ、かなり整備を進めているというところが1つですそれからもう1点はその大きく考えた時の,その規制の枠組みの話、まあ、あの学会の方のポストでやってますし、まあ、我々の施設としてはあの厚労省との関係というのも えー、ございますので、まあ一番ものが言い,い,い,いやすいポジションにおりますので、えー、そこはかなりあの動いております。先ほど言いましたように、いろんなところで、えー、まあその規制の枠組みっていうのを変えていく話を進めております。で、えー、先ほどあのムカイ先生も言われたように、そのアメリカのあの FDA とかそれからオダックドシステムとか見てても、患者さんの団体 というか患者さんの意見というのはものすごいその行政に反映されますの、ね、である意味その我々医師国立がんセンターの医師が言うよりも患者さんの意見の方が行政を変えるパワーを持っていますでそれが、えーまあ、あの全体をあの進めていったとっいうのが一つですで我々が考えなければいけないのは決して今の治療が十分だとは思っておりませんただ がん、えー、っていうのは人類の敵であるっていうのはもう間違いないものであってそれで、えー、もう世界中でがん研究に関するあるいは企業のがん新薬開発に関する研究してものすごい膨大な額ですおそらく医学の研究の中ではナンバーワンであることは間違いございませんで新しい薬の開発を行うにあたってももう国際試験っていうのがもう常識ですので 1一つの新しい薬を作るのに日本だけで作るっていうことはありません承認取るまでには必ずあの海外と一緒にやらなければそれは進めません逆に言えば、えー、あの国際的にもう同じ目線でですね欧米であれ例えばアジアで言えば韓国とかと一緒の目線でもう世界中一緒になってあのもう新しい開発を進めてるっていうのが今の 新しい薬,薬の開発承認の仕組みでありましてもう我々自身も決してその日本だけでどうこうっていうつもりはございませんだから日本人の患者さんに一番早く届けそしてそれから世界の患者さんにももういち早く届けれるようにというふうな目線で行っております先ほどのスタートとっていうのもあ,のあそこの施設との,そのコラボレーションっていうのも考えておりますし、まあ、とにかく世界の,そのトップの 我々のポジションとしては、一番その臨床開発センターというところは、日本の要するに新しいファーストインヒューマンの試験をやる施設というの方で考えてございます、まあ、国の今度、早期開発拠点の承認を得ましたので、より整備が進めることができますので、もう一体となって、とにかく新しい薬の開発を我々の施設としては進めていく予定にしております以上です。 えー、ありがとうございます。ん医療が大きく変わっているんだというところをですね、ぜひ、えー、今日皆さん、えー、感じていただいてですね、でえー、帰ってで周りの人に伝えていただけたらと思います。ありがとうございます。それでちょっともう1つあの最近よく言われるんですけれどちょっと時間が押して恐縮なんですけれどあの3ヶ月の延命効果があった4ヶ月の延命効果があった、えー、そういう記事とかですね、えー、報道をよく耳にされると思います。 たかだか3か月、4か月延命してどうなんだと思われる方がいらっしゃるかもしれませんがその積み重ねががん、えー、医療をやはり支えて変えて生きているんだというふうに思います、これについてどなたでも結構ですからちょっとあの手を挙げてちょっとコメントいただけたらと思うんですが、えー、どうでしょう。あのー 私あの生存曲線のところで、えー、と中央値っていう話をしたんですけども3ヶ月延命するっていうのは中央値で3ヶ月伸びるわけですからすべての患者さんがこの治療をやると3ヶ月伸びるんではなくて2年伸びる人もいるし短くなる人もいる。 でそれの,あの中央値というか、まあ、平均みたいなものですけれどもそれが3ヶ月延びるとかそういったようなことだというふうにご理解いただきたいと思ですから新しい薬を使って3ヶ月,の中3ヶ月伸びるという中には効かない方もいらっしゃるけれども2年得をする方もいらっしゃるということをご理解いただきたい。 あの患者さんは決して3ヶ月は短くてっていうことはおっしゃらないんですけれども例えば私たちが自分の寿命があの80歳かな90歳かなあのおじいちゃんおばあちゃん100歳まで生きたから自分も100歳かなと思ってる人たちにとっての3ヶ月とですねあの、まあ、もしかしたら6ヶ月かもしれない場合によっては3ヶ月かもしれないという人が あと3ヶ月生きられるかどうかっていうのはあの全然違う意味を持ってるっていうことを考えていただくそれから歴史的に見れば、えー、一つの薬で3ヶ月伸びてまた次の薬で3ヶ月伸びてってこれも吉野先生が大腸がんでお話ししてくれましたけどもそういったような進歩もございますので、あのーまあ、皆さん1日でも大事だと思いますので、えー、3ヶ月ももちろん大事にしていただきたいと思います。 お伺いしていますと本当薬物療法の可能性ということそして進歩を確実に皆さん感じていただけたのではないでしょうか、えー、まだまだお話を伺っていたいところですが終了のお時間が近づいてまいっていますがん、えー、の薬物療法をめぐる諸問題についてディスカッションをさせていただきましたパネリストの皆さんありがとうございましたどうぞ皆さん盛大な拍手でお送りくださいありがとうございました